んだよこんな短いマップで。あ無理やだ。でここに止まってる。あー嘘です、書いてないじゃん。おい後ろ見れねえよ。終わりだ。ちょっと待って、いやマジでびっくりした。あの PT っていうゲーム皆さんご存知ですか？これさ、確かコナミかなんかにいた時の小島さんが作ったんだよね。で、なんか吸ったもんだがあってやめちゃったんだっけ。2014年に発売されたというか発売される予定だった体験版のゲームなのね。で発売されなかったの。ただガッチマンとかホラーゲー実況者がマジクソ怖いって言ってて、PT は体験版ではなく、サイレントヒルズって六本木ヒルズの友達みたいな。サイレントヒルの宣伝のために作られた遊べる広告で、2014年のゲームで、発売はメタルギアシリーズでおなじみの、当時のコナミの小島秀夫監督。まあ、要は、まあ、怖えっちゅうことや。音、ねえねえ、ヘッドホンでしてほしい。いきますよ。どういうゲームかマジでわかんない。ゲバ吐きそうか、なんか。あのさ、ルール説明が、全然ないんだけど。23時59分。謎めいた数列を唱えていたようです。道州では先月も銃による一家心中事件が起き、ネタバレ禁止ですね。いずれも父親による犯行でした。相次ぐ一家殺害暴行事件については、道州警察はそれぞれに関連性はないとしながらも、労働や育児など平均的な家庭を取り巻く社会問題と切り離して考えて、まあその辺は、ね、酔わない？まあおみらが酔ってももうしょ関係ねえんだけど。画面暗い？もうちょい明るくしたけどか。俺はさ、部屋真っ暗にしちゃってるから別に画面の明るさとかは関係ねえんだ。正面の部屋に入ったら、謎解き的な要素もあんのかな？まださ、何のさ、ストーリーをまだ何も知らされてないんだけど。ちょ、待ってみんな。ここの扉が開かなくなってるってことは、後ろ振り返った時にもしかしたらいるかもしれないから、俺はそういった怖い要素を潰していくと。いや、待って、バカ、おい、待って、コントローラーがぶっ壊れて前進じまう。それがそういう演出なのかどうかわかんない。あかねえ。ちょっとさ、パブGで鍛えた右リーンで行くわ。おい、ちょっと待って。あの、得体が知れないんだけど、何にもルールも何にもなく、いきなりさ、この洋館を徘徊させられてる36歳男性の図。いや、リーンしていくしかねえだろ。23時59分。ね、まさかと思うけど、このゲームちょっと怖いか？開いてるー。いや、くれー。そういうゲームなのかな？あ、じゃ、びっくりした。じゃ、古いさ、ピーソーだからさ、テクスチャーが、から手が出てんのかと思って、ここいるじゃんと思っちゃった。テクスチャーからさ、手が出てんのかと思った。ただのゴキブリかよ、お前。え？ねえ、ちょっと待って、みんなこんなのあったっけ？ねえ、変わってる。タイムリープを繰り返すごとに変わってるな。いきますよ。いや、これなんかで謎解きしないと物語が進まねえわ。しっかりこの現実を受け入れていこう。多分な。え、ゴキブリがいない。ってことはタイムリープじゃないわ。だって一個前はゴキブリがいたもん。ね、ちょっと待って、俺わかる。俺ホラーゲームをね、もうかれこれ12年やってるんですよ。僕わかります。あのね、振りとエッジが効いた振りしてくるの。1個前まで出るぞ、2個前出るぞ出ない、1個前出るぞ出ない、ここ出ます。だってゴキブリもいなくて、何にも物静かなんだよ。
ちょっと待って。ちょっと一個だけ言い訳していい？一回言い訳していい？あのね、エアコンを掃除したのね。で、それが、すっごい風量が上がったの。だからあのさ、匂いとか風を感じるアトラクションみたいな感じで、今、ここに俺の後頭部に、エアコン、これプツプツしてんの分かんない？いつかどうか分かんない。もうそれはちょっと一回置いとこうぜ！一旦置いとこう！みんな！なあ、一旦置いとこう！行っていい？赤ちゃんだ。いやーちょっと待って、もう一回待とう。ね、おめえらもさ、イヤホンで聞けよ。これイヤホンだと1000倍だからね。これイヤホンだと1000倍だからね。行くよ。うわ、絶対これ正面の扉開けようとしたらこっから変な赤ちゃん出てくる。やべ、四方塞がれた。正面もいけねえ。ズームして覗け。無理。みんな無理。で、みんな、無理。そこの隙間をズーム切断ります。配信者がみんな言うこと聞くと思ってんだろ。おめえら最近なんかぬるい配信者ばっか見てっからさ。なあ。配信者がみんな視聴者の言うこと聞くと思ってるでしょ。いやーマジで、マジで言ってる。あー荒らしてもらって俺の心の平静を保つ日常なんだこれは。これは別に特別な演出ではなく必要なんだっていう。この方は何をされてる方なの？この方は。そこにいられたらちょっと困るんだけど。いやーでも行くしかねえわこれ。行くよ。もうこういう時はマジ根性でいくよ。おい、なんだよ、これ！こういうことか。こういうホラーか。ずーっと同じところをこうやって繰り返させて、頭いかれさせて。勢いよく開いた。そこに入ってってこと？いや、絶対出てくる。ごめん、でも、ここに入るの、ここには入れない！さすがの俺も。一旦スルーできるかどうか確認して、絶対スルーできないから。ってことは、ここに入んなきゃいけないんだよ。おい、マジかよ。ね、ちょっと音楽やめて。行くわ。ちょっとやめて、マジで。やめろ。絶対来る。これ振り返った瞬間来る。振り返った瞬間来る。だけ茶羽がいる。他は全部黒いゴキブリなのに一匹だけ茶羽がいる。この部屋に入って分かったことはそれだけです。あら、人間のクズがいるわ。ちょっと待て。ほんとごめん。いや、もう一思いにやってくれ。出れないっつうことは、これ何かするってこと？ズームで調べろ。もうズームやだ！何これ？これ人間の形をした何かじゃない？と
イレ流すか。心臓が拍動してるってことで生きてんだよ。あ、なるほど。さっき出産したのか。どういうフラグ？ちょっと言うこと、体が言うこと聞かない。おい、マジかよ、こんなさ、こんな短いの、これ、他のゲーム会社見習わなきゃいけない。こんな短いマップで、なんで怖えんだよ、こんな短いマップで。なあ、同じところ繰り返しただけだぞ。いや、さっきより暗い。明らかに暗い。いや、さっきより明らかに暗い。いや、さっきより明らかに暗い。これさっきより明らかに暗いよね。あ、いるわ。あ、俺だ。びっくりした。え、開いてる。初回。204-863。204-863。いや、見てる。いや、ちょっと待って、後ろ見てるって俺。じゃ、どっちを、おい、ちょっと待って、これ、ちょっと待って。これなんか、FBF の報告みたいになってる。俺から見て、俺後ろ見ちゃってた。ねえ。ねえ、俺後ろ見ちゃってたって。こっち？俺今の後ろ？あ、ちょっと待って、どっち？ちゃんとなんかそのさ、言ってくれよ。どっちか、204の863。概念がわかんねえ。俺だってもともと後ろ見ちゃってたもん。行けってことか。一旦ここいなそう。204-863、さっきより明るい。最後まで話を、はい。最後まで話を聞きなさい。ねえ、その声やめて。マジで。水道水は危険だ。いや、ちょっとわかんねえ。いや、後ろ向いてんだって。いや、後ろから声聞こえる。ああ、ああ、ちょっと待って。いや、マジでびっくりした。ちょっと待って。ゲームオーバー？いや、多分違う。びっくりしすぎて声も出なかった。俺あれだよ。あの、学校の先生に怒られて、ほんとシンクって怒られた時に笑っちゃうのが出ちゃった。びっくりしすぎて笑っちゃった俺。学校の先生に怒られてさ、笑っちゃう人いるじゃん。あまりにもシンクって申し訳ない時って。え、ゲームオーバーなの今？で、怒られて二度と笑えなくしてやろうかって言われるやつ。ちょっと待って、みんな話聞こう。も最後まで話を聞きなさい。で、後ろ振り向いちゃダメ。これ後ろいますもん。僕の後ろ、今、もういます。水道水は危険だ。これ、後ろ振り向いたら多分、ゲームオーバーだ。無理。やだ。やだ。もうムーンウォークでよかったりするわ。多分これいけちゃうやつだな。いけちゃってなんかの謎解きしないとここから先進まないやつだ多分。 OK。 204-863。 電話か。ねえ、ちょっとこれみんなイヤホンで聞いてみて一回。ねえねえ、ちょっと待って、イヤホンで聞いてみて今のこの状況で。ねえ、ちょっとごめん、みんなはめられた視聴者に。これ多分左に電話があるぞって言って左向くじゃん。これ、進行方向進むためには絶対後ろ見なきゃいけないのね。これ、何が起きてるかわかりますか？これ、罪です。これ、罪です、皆さん。でも、おい、ムーンウォークで行くわ。おい、後ろ見れねえよー。ちょ、マジで悪い。一回ムーンウォークで行かして。現実世界だとこっちの方が怖いけど、こと PT に関しては、マジでムーンウォーク大事なんだよ。今何かにぶつかってる。ねえ、人の形をした何かに今ぶつかった。ねえ、ちょっとずつさ、ねえ、ねえ。
これで後ろに両方あのさこう振り向いたらいるからあの体の軸ごとこうやって回ることあもう今ここあもう完全に包囲された完全に包囲された今ここもう完全に包囲されたおいマジかよ行くよせーのあかねえねえちょっと待ってみんなねえ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 これイヤホンどっからさ音聞こえてくるねえこれさ上から音聞こえない確実に上いや違う上行くよ上向くよ上向くよえちょっと待ってどこ上向いたままムーンウォークしろいや後ろいるわここでバツ押せおいちょっと待ってバツの色に対応してねここでバツ押すのねえ、ちょっとさ、青いバッテンマークついてんだけどさ、PS のコントローラーってバッってこと？いくよ。また赤ちゃんいる。また赤ちゃんいる。もうあらかじめ上見れば。いやだ行こうもう行こう行くわ一旦行く一旦行く終わりだみんなこれでも俺はゲーム実況を13年やってきたから分かる俺は今日ここで死ぬただ俺が死んでもエイザにだけは手出すんじゃねえぞわからん何これ冷蔵庫だ行くしかねえ行くよ After killing his family, the father hung himself when the garden hose they had in the garage 家族を殺しおーなるほどあのね実況とか言う実況とか実況でないとかそういう次元にやばすぎちょっと待ってもう許して一旦許そう俺をいやなんかしなきゃダメくせうわ、絶対ここで何かしなきゃいけねえんだ。なんか上に書いてあった？どこ？向こうの扉の上？あそこってこと？いや、ちょっと終わってるわ、これ。これ発売禁止にして正解です、皆さん。どこ？で、書いてないじゃん！で、書いてある！あ、じゃあ英語だからわかんねえや！ Forgive me, Lisa.There's a monster inside of me. あ、リサ許してくれ。俺の頭の中にモンスター、怪物が住んでる。で、それがパパ、ちょ、一回出よう。で、そのお父さんが、殺して首吊って死んだって言ってたもんね。ただ、安心してくれ。俺も中学校の時の、英語の先生にキルリサって書いてあって、その時は、その単語の重さ知らずに、同じこと言ったことある。俺の頭の中にモンスターが。あ、それだ。なるほど。その殺したやつがこの、こいつが、お父さんだ。こいつ。ちょっと待って。ヘロー。
やこれなんかループしてる。これ頑張って謎解きしないとダメだ。絶対ループしてる。ねちょっとさ、俺ね、一個。ねちょっとみんな一回、俺のさ、あれ聞かせて。鏡は怖いぞ。後ろを向くな、ヘロ。ヘロをして、あの鏡を見て、後ろと対話。絶対そうだ。あ、L が一個消えてる!バカになってる!3 のつく倍数だけバカになってるわ、こいつ!消えてるもん。え、違う。なにこれ。ヘル!あー!ロー。おお。やばい、ちょっとみんなマジで怖い。ねえ、ちょっとマジで怖い。ねえ、ちょっと待って。ちょっと待って。I can hear them calling, calling to me.気持ち悪い。もう怖い通り越してキモい。具合悪い。いや絶対このイベントこうだよ。あーやらなきゃいけないんだやっぱ。いやこの穴とかもこうね、もうじゃあいいぜ。これ待って、外側から覗けるんだ。ねちょっと待って待って待って。違う。from them, calling to me room. 訳して!ね、ちょっとやめて。勘弁してマジで。うわ、めっちゃ近い!もう、もう耳にキスされてるぐらい。いや、もうマジ、じゃ、ま、ここ、もうここにいる!ここに止まってる!ね、ここに止まってる!ねえ!ね、ここに止まってる!いるんだって、ま、え、ちょっと待って。え、ちょっと待って、ちょっと待って。ねえねえねえ、ちょっと待って。ねえ、お前、どうすればいい?終わってるだろ、このゲーム。終わってない？あの、ヘロのイベント終わってたけど、終わってない。おい、このゲームは終わってるけど、ヘローのイベントが終わんない。丸押せ?どこで?丸が残った時に丸押す?お前、釣りだったら殺すかんな。次だな。行くぞ。行くよ。行くよ。せーの。聞かねえじゃねえか。ふざけんな。ねえ、なんでその嘘つくの?マジで。ねえ、なんでその嘘つくの?普通に嘘じゃん。あ、ズーム?いや、そんなわけないじゃん。このルートはネタバレがないとクリア不可能だ。ちょっとごめん、あの、ルートとか知らん。俺、今何、なんか、ね、ルートとか知らんよ。多分、ここまでは、イベントの一個なんだ。そっからなんかしなきゃいけないんだ。ヘロー。え?I can hear them calling to me from hell だ。ベルが移動したんだ。ちょっと待って。あ、どこここ。あ、びっくりした。ヘルって L もう一個だよな。H E。行くよ。いや。ちょっと待って、お願い許して。もういい、もう許す。え、時間変わってた。え、ちょっと待って、なんでこんな足早いの。え、ちょ待って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 、やばいって。いや、これやばい、マジでやばい。多分これ作ったやつ頭おかしい、マジで。
かわかんない。なにこれ。え、俺頭混乱しちゃった。ちょっと待って、みんな俺おかしくなっちゃった。やべえ、どっちから来たか忘れちゃった。後ろ見るな。でもさ、俺今は亡きリュウちゃんから教わったことがあって、後ろ見るな、後ろ見るなって後ろ振り向けっていうことだって聞いたことあるんだけど。You got fired. Drowned your sorrows in booze. She had to get a part-time job working a grocery store cash register. Only reason she could earn a wage at all is the manager liked how she looked in a skirt. You remember, right? Exactly 10 months back. 足の速さが治った。あ、ついに来た。認識しててよかったね。いや、ちょっと暗すぎ。暗すぎる。ちょっと勘弁して、ここ。ああ。よかった。ヘロはない。電気もついてます。いや、ちょっと待てよ。ね、これさ、さっきまでの世界がさ、おかしかっただけで、今これ現実っぽくない？あ、違うわ。ヘルって書いてあるわ。バグってねえだろ。おい、ここまでバグ、ここ、何？え、これ何？終わってないわ、これ多分。おい、終わってる流れだろう。え、今ので一個のクリアなの？こっから攻略なしは絶対無理。いや、違う。だってヘル残ってるよ。これ昔からあったわ、これ。これも撃ち抜かれてる。いや、これ続きだわ。204863ってなんだよ。小島の誕生日なんか、いいコント見た後、なんかさ、殺伐とした、ノスタルジックなコント見た後に、テレテレテレ、テレテレテレ、ドリフのエンディングを見た気分だ、今。小島の誕生日なの？本当に？マイクを使わないとクリアできない？いや、ごめん、マイクなんかないよ。ノーヒントだとクリア絶対無理。まず、出口階段下で破れた、みんなごめん、マイクがなきゃ無理らしい。しかも、おい、時間見てくれ、みんな。23時59分。どうですか、これ。なんて、ね、びっくりしますね、皆さん。これ、生放送じゃないんですよ。これ、録画なんですよ。ちなみに。びっくりしません。もう僕はこの世にいないんですよ。おかしくないですか？こんな時間がちょうどなの。だっておかしいじゃないですか。ちょっと今、いい感じに締めてたんだから、横入りしてくんなよ！
違う、ごめん、マイクないんだ。マイクがなきゃクリアできないらしいんだけど。ああ嘘です、ちょっと嘘やん。いや、PSO でできるヘッドセットは持ってない。あの、マジで持ってない。やりたくないから、あの、持ってないって言ってるわけじゃなくて、本当に持ってない。ゼロ時になってから鏡をズームしてみてください。じゃあ、それを最後に、コントローラーにマイクついてる。ついてない。なんでそんな嘘つくの？これコントローラーついてんの？じゃあ、そんなわけねえだろ。お前それファミコンのニコンじゃないよ。じゃあ、あの、ここにつけるやつだろ？ちょっと今忙しいんだから来るなって。つけるやつだろ、つけ。じゃあマジで無理。じゃあマジで無理なんだって。じゃあマイク持ってないから。じゃあやるにしても今やるにしてもどちらかというとマイクがなきゃ無理らしい。いやごめん、ちょっと俺さ、赤マントが最強かなと思ったけど、うわぁ、このゲーム恐ろしいっすね。だみんな、これもう発売禁止になってて、もう皆さん買えないんですけど、これもし小島さんとコナミが仲直りしたら、もうぜひ続編作ってください、ちゃんと。いや、これは怖い。そんな恐ろしくねえだろ、バカお前。お前何を見てたの？あなたは何をされてる方なの？これはマジで、もう少なくとも3本の指に入る。なんか終わり方ちょっとちゃんと保管できてないけど、まあ、ツイッチで、なんか今日じゃないけど、ツイッチでこれ続きやらせていただきます。